新規エルザが来ましたよ。はい、どうもライです。今回ですね、こちらのスーパーランプガチャのキャラ評価をしていこうと思います。いや、ついにスーパーランプガチャ、何回かな、月に2回月に2ヶ月に1回ぐらいのペースで来るガチャでございます。いやースーパーですよ。でも正直自分の中ではスーパーランプガチャあんまり期待はしてないっていうね。そんな強いの来てるかな、スーパーランプガチャ。あんまりなんかスーパーランプガチャでね、強いの来てるイメージないんですけど、まあですが今回は大丈夫です。エルザさんが来てるんで、まあ多分、強いでしょう。で、まさかのゼロ、懐かしいですね、ゼロで、まああれですね、まだ空のって分かってない時のエンジェルですね。まあこの3体が今回の新規らしいですね。まあということで、いやまあエルザは正直、まあ、間違いなく強いと思いますので、まあとりあえずちょっと、キャラ評価していこうかなと思います。この意見はあくまで個人的な意見ですので、あまり鵜呑みにせず参考程度にしてください。これ、なんて読むんだ。ショール。はい、ということで最初は新規エルザの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、 HP、攻撃力、素早さが装備時の効果で上がっております。まあ素早さがかなり高めのキャラになっているかなと思います。装備魔法、飛翔の刃、敵全体に無属性攻撃各極大&攻撃力一旦最弱化&味方全体攻撃力速度永続大幅アップ&自分速度無属性光属性攻撃大幅アップ&最高度、装備時攻撃力速度特大アップ HP 大幅アップで、リーダースキルがですね、無属性攻撃と素早さが 25% アップということで、まあ、無属性攻撃アップするということは、あの周回の時に結構使えるのかなとは思っております。まあそれでですね、まあ今回こんな感じの魔法なんですけど、まあやっぱり強かったですね。やっぱ最高度あるのは結構便利ですね。まあ自分前回そのあれですね、ゴールデンウィークエルザをちょっとゲットしまして、まあなのでこのエルザ持ってたらその最高度と合わせればかなり使えるのかなとは思っております。まあですが、まあ最高度ついてるということはやっぱり他の魔法を持ってないとやっぱその最高度の意味があまりないので、まあ今回のエルザは、まあ、エルザを持ってる方におすすめします。で、まあ一応効果としてはですね、攻撃力一旦最弱化、これ強いんですよ。これ強いんですよね。まあですが、ちょっとね難しいところではある。このね効果をうまく使えるのはねなかなか難しいんですよ。なかなか難しい。でそれこそ先手で打たれてしまったらこの効果意味ないですから、まあ例えば攻撃力を上げたりとか、まあ上げても先手で効果打ち消しとかされたら意味ないんですけど、まあ例えばこうねバフとかだったらそのボス戦行く前に上げたりはできるんですけど、デバフ効果ってのはやっぱ自分のターンが回ってこないと打てないので、まあそこがやっぱデバフとバフのちょっといいところと悪いところなんですけど、まあですがそれこそ先手さえ乗り越えれば、まあこの魔法を打てば、まあ相手の攻撃力を一番最低まで下げることができますので、まあそういう面ではかなり使えるのかなとは思います。まあなので攻撃力を特大ダウンとか、まあそれよりも全然、強い効果になっております。で味方全体のバフ、永続バフですね。永続バフがあるならばやっぱ CT を下げてほしいっていうのはありますね。まあですが自分の速度を大幅アップ2回ついておりますので、まあかなり素早さの高いキャラになるのかなとは思います。まあ例えば先手打たれた後の行動はかなり早く行動できるのかなとは思います。でまああと最高度ですね、まあ、先ほど言った通り他の魔法を持ってるエルザの魔法を持ってるよっ
って方には結構おすすめする魔法になっております。まあそうですね、攻撃力を、一旦最弱化、まあこれはかなり使えるのかなとは思います。まあ今後なんか2ターンとかも出てきそうな気はするんですけど、まあ正直2ターンとか、まあ、あってもいいんですけど、もうちょっとね、例えばですけど、受けるたびに攻撃力を最弱化させるとかまあそれはちょっと強すぎるんですけど、まあなので意外とその受けるたび効果ってのはその先手対策にはなるのかなとは思いますね。まあ、味方全体へのバフ、まあ永続バフなんですけど、まあ永続ならば CT を下げてほしかったかなっていうところですね。でまああとは、速度はかなり上げられるキャラなので、まあ先手終わった後の行動は結構早めにできるのかなとは思います。であとは最高度ですね。まあ、なので、まあ、エルザ持ってる方は、ぜひ当ててみてください。で、母体としては何もなしです。はい、ということで、続いては新規ゼロの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、攻撃力と素早さが装備時の効果で上がっております。いや、攻撃力2万超えですよ。これかなり高いですね。装備魔法、ジェネシス・ニル・ゼロ。敵縦列に闇属性攻撃、かっこ超極、&自分クリティカル一旦確定、&攻撃力クリティカルダメージ、闇属性攻撃3ターン特大アップ、&攻撃力永続特大アップ、装備時、攻撃力速度特大アップ、攻撃力アップ、という感じのキャラになっております。まあ、もう見た感じ、ゴリゴリの自分強化系のキャラですね。うん。自分のみですね。他の味方全体へのバフとかはないですね。完全に自分だけのバフっていう感じで、まあ本当に例えばその何ですかね、味方と自分、味方全体の攻撃力アップ、自分の攻撃力アップみたいな感じよりも、まあこんな感じでもうがっつり自分だけっていう方が結構爽快かもしれないですね。まあかなり火力も上げられると思いますので、まあなかなかいいんじゃないかなとは思います。で、なんといっても、クリティカル確定に、ね、クリティカル確定に、自分のクリティカルダメージと、闇属性攻撃を3ターン特大アップ。これ、やばいと思いますよ、本当に。で、さらに、攻撃力も特大アップするんですよ。で、さらに攻撃力を永続特大アップするんですよ。これ、やばいですよ、多分。火力やばいですよ。攻撃力特大アップ2回にクリティカルダメージを特大1回で闇属性攻撃を特大1回っていう、これね信じられないぐらい火力出そうですね。まあ、それこそ今までのゼロの、魔法を持ってる方でしたら本当に歓喜なんじゃないですかこれはね。でさらにステータスもね2万超えてますので、いやこれは強いですよ。まあ、例えばゼロの他の魔法で全体攻撃があるならば、高難易度とかでも全然使えそうですね、これは。うわ、これ欲しくなる。これ欲しくなるね。効果がえらいこっちゃ。やばいですね。いや、これは本当にゼロ持ってる方は絶対に当てた方がいいキャラになっております。まあ、できればこの魔法と全体攻撃の魔法を組み合わせると、かなりの火力は出るんじゃないかなと思います。まあそうですね、もう火力としては十分すぎるぐらいの火力は出るんじゃないかなと思います。超極ですからね。いやでもまさか超極ここで出るとは、ゼロが先に超極出すとは思わなかったんですけど、まあ超極でさらに自分へのクリティカル確定と、攻撃力特大アップ2回でクリティカルダメージも特大アップで闇属性攻撃も特大アップ、もうこの時点で火力はかなり出るんじゃないかなとは思います。でまああとは、まあ、ゼロの他の魔法、全体攻撃の魔法を持ってればもう完璧ですね。
まあ本当に高難易度でも使えるようなキャラになるのではないかなと思います。で、母体としては何もなしです。はい、ということで続いては新規エンジェルの方を評価していこうと思います。まあ多分なんですけど、このエンジェルとソラノ、まあ同一人物なので、多分、ソラノにこのエンジェルの魔法をつけたりとかは多分できると思います。まあできなかったらすいません。で、ステータスはですね、攻撃力、防御力、素早さが装備時の効果で上がっております。うん、まあそうですね、火力、まあそこそこありますし、まあ耐久力もそこそこあるっていう感じですね。装備魔法、カエルムの超収束法、敵全体に無属性攻撃かっこ極大&防御力特大ダウン&効果打ち消し&味方全体攻撃力速度特大アップ&自分攻撃力クリティカル確率大幅アップ、装備時攻撃力防御力特大アップ素早さ大幅アップで CT が3でございます。まあそうですね、結構盛りだくさんな、効果になっております。まあデバフもあり、バフもあるという感じですね。で、うん、防御力特大弾、うん、これは強いですね。で、さらに効果打ち消しありますので、まあ、サポートキャラとしても使えるのかなと思います。で、まあ、味方全体の攻撃力と速度を特大アップ。うん、これも悪くはないです。で、自分の攻撃力とクリティカル確率を大幅アップ。まあ、そうですね。まあ、なので、クリティカルダメージを上げてくれるキャラと組み合わせると、火力は結構上がるのではないかなとは思います。まあ、あとできれば自分の、まあ、今回無属性なので、無属性攻撃をまあ、アップとかもあればかなり良かったかなとは思います。で、まあ、あと CT3 で打てるので、結構使いやすいキャラなのかなとは思います。で、そうですね、やっぱ特大アップ、いや、できれば、まあ、永続大幅アップとか、まあ、その方が、まあ、CT が3なので、結構良かったかなとは思いますけど、まあ、それでも、攻撃力と速度を特大アップしてくれるのは、まあなかなかいいんじゃないかなとは思います。いや、エンジェルね、でもエンジェルって最近出てないですよね。新キャラとしてはだいたいソラノが多分出てきてると思うので、エンジェルは多分久しぶりなんじゃないかなとは思います。いや、まさかね、雪乃とソラノが兄弟だっけ、だったとは思わなかったけどね。まあ似てはいるんですけどね。まあ、ということで、まあ、そんな感じの評価になっております。まあ、そうですね。防御力特大ダウン。まあ、これはかなり強いですし、まあ、効果打ち消しもありますので、まあ、サポートキャラとしても使えるのかなとは思います。で、さらに味方全体の、攻撃力と速度を特大アップ。まあ、かなりのバフキャラになるかなと思います。で、あと自分の攻撃力と、クリティカル確率を大幅アップできますので、まあ、自分としてはクリティカルダメージをアップとか、まあ、今回無属性なので無属性攻撃を大幅アップとか、まあ、そこら辺がついてると、まあ、さらに火力上げれたので、まあ、いいのかなとは思っているんですけど、まあ、十分この効果でも強いのかなとは思っております。で、あと CT3 で打てるってことが、まあ、結構使いやすいのかなとは思います。で、母体としては何もなしです。はい、ということで今回はスーパーランブガチャのキャラ評価をしてみました。まあ今回珍しくゼロとか、エンジェルとか、まあそこら辺が新規できたのは結構強いですね。で、今回のゼロはかなりの火力が出るので、まあ火力持ってないよって方は、まあぜひ当ててほしいかなとは思います。で、エルザの方もね、最高度をついてますので、まあ他のエルザの魔法を持ってるよって方は、まあぜひ当ててほしいキャラになっております。あ、そういえばですね、今日の朝、ちょっと1日1回ソーサラガチャを、スペシャルガチャを回したところ、このグレー当たりました。初グレーです。まあということでね、石に余裕がある方はぜひ引いてみてください。まあ、ということで、ね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。